かったら見てください。適当 TikTok。 14日の僕隊をありがとうございます。14日ね、僕隊14日、いやー僕隊覚えないと、頑張らんと。僕隊9月ぶりでした。はい、だから9、10、11、12、1、7、半年ぶりぐらいですね。5ヶ月ぶり、半年か5ヶ月ぶりぐらいです。思い出さないと。掘り起こし必須。うん、そうなんですよね。そう、こんばんは、こんばんは。そう、やったことある曲はさでいいんですけど、僕隊ほとんどそうなんだけど、全然事故った、よいしょ、めっちゃ事故った。失礼しました。失礼しました。僕ってこの曲好き、絶対見てとかある？ユニットかな。ユニットが一番なんか、うん。いや、ユニットかな、うん。マリアちゃんの日、そう、マリアのね、大事な大切な日なので、はい。なんだろうね、僕隊の曲みんないいよね、全部いい、全部いいですね、全部いいからな、どうなんだろう、うん。何かね、前はオープニングのパートが好き。いや、オープニングもユニットもアンコールもなんかね、やっぱそれぞれいいんですよ。そうだからね、どれがいいかなっていう。田口チーム系、そう、田口チーム系です。そう、チーム系の田口キャプテン、タグタグありがタグタグありがタグタグチーム系のっていう、ありがタグタグチーム系ですね。タグタグはめっちゃしっかりしてるんで、もうなんかもうあのついてきますって感じですね。そんな全然そう、後輩と思えぬしっかりさ、しっかりしてさ。タグタグかわいいっす。うん、ね、赤ちゃんみたいな。
ばんは。お、ドライグの CM 争奪バトル。へえ。ここコッコちゃん、ホテイモカちゃん、ホテちゃん、ハマ、セナタン、キョカタム、おーキョカタム、ルンバ、吉田カレンちゃん。そうか。おめでとう。ハマがそんなに強いなんて知らなかった多い。エイトね、エイト3人4人4人か4人いますね。いいですね。そう、決まったみたい。いや、惜しかったですね、私のギルドもね。はじめまして、はじめまして。こんばんは、こんばんは。そうですね、アーリちゃん毎年幼くなってる説。あー、どうなんですかね、どうなんでしょう。こんばんは。でもなんかここ 2,3 年結構メイクするってなったらめちゃめちゃメイクして、なんかもう結構濃くしてたんだけど、バチバチみたいな。でもなんか最近はなんだろう、ちょっと控えめ、なんかちょっとだけどナチュラルよりメイクになった気がする。まあ関係ないかわかんないけど、そう。だからやっぱナチュラルだとさ、あの幼く見えそうだよね。だから今日はもうまつげを上げてないんですよね。そうお話し会だったんですけど、でもなんか3日ぐらい前に松葉に行ったんですよ。多分3日ぐらい経ってるはず、確か。んいつ行ったっけな。そう、9日に行ったから、そう3日前ぐらいに松葉に行ったんですけど、なんか全然落ちてきちゃって。だから本当は松葉行ってなかったらもっとギュンって下がってるんですけど、でも行ったやった後はもうギュンって上がってたの、もうバサッて。けどなんか降りてきちゃって、そんで、でなんかでだから今は上がってるのと下がってるのの中間ぐらいなんで、パリジェンヌだった。そうだから中間ぐらいのところで、はい、まつげをやってます。下げもせず上げもせず中間そう、今日は事故が多いですね。なんか不安定、今日あれか、充電器がに引っ張られてんのか。よいしょ。パリジェンヌなのに落ちちゃったのか。そう、なんかパリジェンヌ向いてないのかな。そう、こんばんは、こんばんは。
まあ人はねさすがに公園なんであげるんですけど、そう、下入るけどコールできないね。確かに惜しい、惜しいね。こう明後日からっていうね。でも逆に明日が声出ししない最後の劇場公演だから、逆にこうなんかこう最後のみたいな貴重な公演かもね逆に。あでも VR 会員限定公演なんでしたっけね。私だから明日で、そうだから声出しじゃないのかもしれない。うん、だから声出し NG 公演最後ってことで、はい、いいんじゃないでしょうか。逆に拍手で盛り上げるのも最後なんですかね。そう、今日で最後の声出し NG 公演を迎えましたみたいな感じなのでね。多分これからどんどん声出し解禁されていくと思うので、はい、いいですね。コールあった頃の記憶ありますか？え、ありますよ。でもなんかもうめちゃめちゃ昔に感じる。すごい昔ですね。なんかあんなにコールないのが寂しかったのに、今ではなんか慣れてしまっててかなんかコールしてくださる皆さんもなん躊躇しそうじゃない？あれここでいいんだっけみたいなそう、あれここでコールしていいんだっけみたいなさ、なんかお互い緊張しそう。でもコール聞いたらめっちゃ感動すると思うわ。なんか感覚的にはもう3年ぐらい経ってるから、どういう感じだっけなみたいな感じになっちゃってるんだけど、その声出し禁止になれすぎて。そうでもやっぱコール来たらブワーってなりそうね。しかもそのコロナ前はアイドルをしてなかったけど、なんかコロナ中に AKB 知りましたみたいなとか、コロナ中にあやねちゃん好きになりましたみたいな方もいらっしゃるので、なんか声出し自体したことない方もいるから、なんかね、新鮮っていうか、うん、すごい楽しそうですね。握手会も復活しないかなね。確かにもうリアルお話し会来週あるんでね、ちょっとずつ回復復活していくんじゃないかなと思いますけどね。どうなんですかね。まあ来週やってみてだよね。それでまたコロナとか増えちゃったらさ、やんないかもしんないけど、まあ大丈夫だと思うよ。ミックス忘れちゃった。大丈夫、みんなもね体に染みついてるから絶対わかるって。タイガーファイヤー大丈夫だよ、みんな自然と出てくるよ多分あんなにやってたんだもん。こんばんは、こんばんは。
オンラインは一部残してほしい。確かに、なんか半々ぐらいでねできたらいいですよね。リアルお話し会もオンラインお話し会もね、やっぱ地方で行けませんっていう方とか、やっぱ外国の方とかもいらっしゃるので、オンライン話し会はオンライン話し会でめっちゃメリット、いいことありますよねって思います。今日の私の靴下かわいい。海外のファンとお話しする、あ、お話しますよ。てかみんな日本語上手、なんかファンの方があの日本語めっちゃ上手に喋ってくれるから、もう私はなんかこう全然あれです、苦労せず、はい。海外からもできる、そうできるんですよ。だからオンラインの方がね、いいこともあるんですよね。そう。まだリアルでメンバー見たことない。そうなの？公演とかも来てない感じですかね。いつか握手会も行ってみたい。いつ握手できるようになるんだろうね。ね、できるようになったらいいな、握手会も。オンラインだと話しづらいっていう方もね結構いると思うしね。そう、やっぱ握手会がいいっていう人もねいっぱいいると思うんで、とりあえずリアルお話し会もね、あのお話し会も楽しみですね。はい。あやねが大好き、あやね大福さん、ありがとうございます。ありがとうございます。マスクね、でもマスクなんかしてない人最近いるよね、街中でもね。別に規則違反ではない、さあそうだけど、なんかおーってなる一瞬、えマスクしてないってなるよね。あ、でもいいのかみたいな、別にもう規制されてないんだもんなーっていう思ってます、いつも。リアルで見ると想像以上に可愛い。うん、そうね、私は写真写り悪いからリアルの方がね嬉しい。そう、電車内でマスクで、やばいやばい、今日倒れすぎ、大丈夫かな。 iPad 無事か、無事だな、よかった。すいません、今日はめっちゃひっくり返ります。バンジー3回飛んだ気分。あ、そう、失礼しました。でもいいですね、絶叫好きな方はおすすめ。失礼しました。
なんだろうね、なんかすごいめっちゃ引っかかる今日回線が。本人が目の前にいると上がってしまって。あ、そうなんですか。どうね、でもどうなんだろう、上が、あ、そっか、でも上がる、なるほどね。まあね、直接会えるのが楽しみですね。オンラインでも緊張する。まあ確かにね、そう、それはまあそう、その気持ちもわかる。久しぶりに会ったら泣くなってね、なんかね、泣きそう、泣くと思う、うん、ね、泣いちゃいそう普通に。握手会とオンラインって同じ時間ぐらい話せる。え、そうだよね、だいたい一緒だよね。そう、だいたい一緒だと思います。あとリアルお話し会は分かんないけどさ、普通のお話し会だ、握手会だったらさ、握手してるところの後ろに並んでるからさ、みんなこうみんなに見られながら握手するじゃん。なんかそういうのもあったよね、握手会って。だからみんなに見られて握手するみたいなのもありましたよね。そう、そうなんです、そうです、そうですよね、確かに、確か、うん、いや、そうそうそう。剥がされながらちゃんと最後の挨拶できたもん。確かに確かに、そう、プツンって切れないからバイバイとかはさ言えたけど、オンラインは時間来たらもうプツンだから、なんか話の途中で終わっちゃうとき多々あるよね。まあね、どっちも楽しめるといいですね。じゃあというわけでちょっと短かったんですけど、そろそろ終わりにしようと思います。13位まいちゃんさん、12位わたあめさん、11位まゆせ73さん、10位のりあいね大福さん、9位きっしーあいね大福さん、8位よしくにさん、7位やっさん、6位なつめあいね大福さん、5位さくらのお友達さん、4位さとし喫水の給料泥棒さん、3位谷さん、2位さとちあやね大好きさん、1位あやねが大好きあやね大福さんです。ありがとうございます。じゃあまた明日逆上がり公演でお会いしましょう。バイバーイ、バイバーイ。